こんにちは、何？みんなこんにちは。あ、俺より先に挨拶してくれたんだけど、エムちゃん、ありがとう。今回なんですけど、ちょっとね、今やばいことが起きてまして、ベロにですね、ベロが腫れてるんです。なんで、あんま大きい声出せないのと、寝起きっていうのとすごく痛いの。だから俺ってさ、普段からさ、結構噛みまくってたりするんですよね。で、より喋りづらくなるから、めちゃめちゃに喋りづらいです。もう諸見里さんみたいになるから、本当に収集さん損傷しか言えなくなるから俺。まあ、ひとまず今回はですね、あまり大きい声出せないってことで、まあそれにもってこいな企画ということで、あまり喋らなくていい企画にしようと思って、やっていきたいと思います。俺が前に出したバイト代っていう曲、あれをなんか歌わしたのがなんか、みずきちゃんとえなちゃん、とりあえずその2人に歌わしたんですけど、無理やりね。で、あれって元がエリア会話になってるんで、エリア会話あれ見つけたいと思います。アパレル店員の会話を今回何回で見つけられるのかっていうね、企画やっていきたいと思います。まずね、リセット0回目ということで、やっていこうかなと思います。とりあえずね、見ていきましょうか。とりあえず水エナがね、とりあえずパークじゃねえや、いないといけないから、多分ショッピングモールに現れるはずなんで、まあ最初は出ないでしょうね。あー、エナなんかもうね、スクランブル交差点に人いるのよもうこの時点でリセット確定ですね。で、みずきちゃんどこいるんだろう今ちょっと見ていい？みずきちゃん、あれ、みずきちゃんいなくない？俺のプロセガの世界から消えた？みずきちゃん。ひとまずですね、こういう感じでタイトルに戻るとエリア会話が出てくるんで、これリセットしたいと思います。まず1回目ね、チャレンジライブ1回クリアする前、今日チャレンジライブやってね、みんな。とりあえず2回目見ていきましょうか。まあいないよね。あ、この3人組ですね、エナなんと。いや、珍しいな、この3人。さあ、2回目リセットということで見ていきましょうか。まあさすがにまだ来ないよね。ああ、もういないわ。もう近かったね、でも。高校とショッピングモール、うわ、惜しかった。だんだん近寄ってきてるね。さあ、3回見ていきましょうか。俺の予想はね、20回ぐらいで来ると思う。エリア界はね、結構あるからね。出ます。あー、びっくりした。いやー、惜しい。スクランブル交差点で、めっちゃ近い。同じエリアにはいる。同じエリアにはいるのよ。惜しいね。さあ、4回目から見ていきましょう。まだだよね、さすがに。まだなんですよね、まだなん。まだなん、エナなんとまだなん。え？あー、真冬ちゃんと、あー、センター町にいるのか、違うよ。さあ、5回目ですね、見ていきましょう。ガンガン見ていこうかな。来る、いるかな。あー、ちょっと違うかった。いや、惜しかった、これ、ちょっと。あれってさ、どこにもいない世界。もう、ここにエナナいる時点で絶対違うね。さあ、見ていきましょうか。ここはいないよね。あれってさ、どこにも、ショッピングモールだっけ？あれって。あの会話ってさ、俺なんか、誰もいない世界だった気がするんだけど。違うかな？多分そうだよね。いや、だから誰もいない世界を覗かないといけないわ。でも惜しかったね、これ。え？何気にこれ惜しくない？みずきちゃんだもん。さあ、開いていきましょうか。いるかな？一瞬見えるんだよね。あ、違う。さあ、見ていきましょう。はい。あー、もう、エナなんかもう、お願い、そろそろ来て。あー、もう、これ俺さ、めっちゃ難しいことやろうとしてない？俺、これ多分めっちゃ難しいよ、これ。ちょっと待って。これ絶対めっちゃ難しいことやろうとしてるわ。まあ、いないよね。どうせいな。あ、惜しかった。いや、待って、惜しい。いや、惜しかった。一応見とく、会話。ここってマスターキャンプ。あー、違う。エナナかわいい。待って。あ、いない。うわ、マジか。ちょっと待って。真冬と、かなでちゃんがね、ここに来てたから、エナナとセットいるかなと思って。いや、もういねえじゃん。待って、全然来ねえんだけど。え、待って、全然来ないんだけど。これ、やばい企画にしちゃったかな。大丈夫か、これ。来ないんだけど、全然。お願い。メイコ、うわ、違う。お願い、そろそろ。かなでちゃんとエナなんじゃないよ。惜しいんだけどさ、ちょっと会話見て、久々に。
ここは朝も夜もずっとこんな感じなんだね。時間の感覚はもうわかんない。俺も時間の感覚わかんねえよ。待って、36回目でちょっと待って、なんと、みずきちゃん、待って、俺、ペンの音聞こえたと思うんだけど、今ね、カチャって言ったと思うんだけど、メモしてたの、俺。数えらんないから、36回も。待って、来た、待ってください、これ違う会話だった、マジで、ね、俺泣くんだけど。これって何個か種類あったっけ？なんかそこまで俺詳しく知らないからさ、ちょっと待って。いきますよ。マジでこれ大丈夫？スケッチ。なんか違うんじゃないこれ。会話違う？これどう？あれ？スケッチブックに書いてる。これ絶対違うよ。もうやだー。たまにこうやってアナログに戻りたくなる時があるな。どれどれ。はい、とりあえず40回目ですね。エナナンチャレンジということで、エナナミズキちゃんチャレンジということで40回目ですね。どうしよう。あんまり俺時間かけられないからこれでラストにします。今後さ、俺40回刻みぐらい、50回にしようか。もう50回まで頑張ります。50回刻みで動画出していこうかなと思います。会えるかどうかね。何回で会えるんだろうな本当に。もう40回目だろ。まあとりあえず見ていきましょうか。いや惜しいの、いや惜しかったなこれ。まあとりあえずあと10回やりましょう。お願い。いやーもう違う、もう離れ離れにならないで。 あんまり離れてなかった。エナランとみずきちゃんお願い。エナランとみずきちゃん、やめて、誰もいない。お願いお願いします、お願いします。待って、来た43回目。お願い、知った噛みそうだった今。お願い、スケッチブックだ、やめて本当に。バイト代お願い、バイト代、アパレル店員お願い、アパレル店員、みずきちゃん、バレる点、お願い、ほんとほんとお願い。来たやったー。見ていくよ。見ていきますよ。僕明日バイト代入る。来たちょっと買い物付き合ってくれない？大好き、この会話。バイトなんてしてたんだ、って。うわアパレル店来たー、やっと来たー、よかったよ。よくわかったね。そう、よくわかったよ。40何回目これ43回目。でも意外と早かったのかなこれね。え、好きものの仕事にか、いいな、ちょっとだけだけど。いやよかったマジで、意外と早く来てよかった。俺100回途中にするのかと思った。もう、ちなみになんだけどさ、この企画なんなん？